はい。それでは本日は2級建築施工管理技の実地試験、平成29年問4番放棄について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますので、そちらからもご覧ください。え今回の問題は過去の分析を行った後に、えー、問題を読み上げるだけになるので、えー、まあ、わかっている方はもうこのまま動画を閉じていただいてもよろしいと思います。え今回の問題なんですけどもえ、まずですね、過去問の分析をします。え令和元年。 から平成22年までの全10問をあ全1年分をちょっと分析したところなんですけどもまあ、結果建設業法、そして建築基準法は出てくるのではないかと思われます。そして労働安全衛生法ないし、そして建設リサイクル法に関しては過去10年間で労働安全衛生法が7年あ7回、そして建築リサイクル法に関しては3回出ています。ただ、まあここの2つの部分がまどっちが出てくるのかなという感じになるんですが。まあ、今3年連続で労働安全衛生法が出てきているので。 もしかすると建築、建設リサイクル法の可能性が非常に高いのかなという感じがします。ただ、この10年間ではですね、この4つしか出てないんですけども、まあ、それ以外のですね、労働基準法とか、まあ、いろいろなその他の法律関係も出てくる可能性があるので、まあ、こちらも、えー、注意していただければと思います。ただ、まあ、この4つがだいぶ硬いかなという感じになります。でですね、この4つの法令なんですけども、まあ、法規といってもですね、この 1,2,3の中からどれが正しいのかという問題がほとんどの問題なんですけども、簡単そうに見えて結果僕はそこまで簡単ではないのかなと、まあ難しい方なのかなと思います。理由はですね、この建設業法であったり建築基準法、毎年のように出ているんですけども、条例、項目が違うということですね、19条とか24条とか2条とか24条とかだいぶ変わってきます。その中でですね、例えば24条の4項の1項と,とか、まあいろいろ、 細かく分かれているので、その中のもし同じものがあっていても、例えばですね、えー、この平成22年と平成28年を見ても、24の2項と24の2項、これで一緒の問題でできるなと思うんですけども、出てきていたとしても、その中のこの3つの用語、この場所を変えてくるということですね。なので場所を変えられてしまうと、過去問を暗記してもほぼ意味ないです。なので、結構簡単そうに見えて難しいです。で今回の問題の3番に関しては、本当にその、その例で、 平成22年と、えー、この平成29年というのは類似問題になります。この、えー、労働安全衛生法上の第10のい第1項ですね。平成29年、ここと、えー、ここがだいぶ被っているんですけども、平成22年の問題とは、えー、まあ、同じところが出てきているんですが、この波線の、えー、問題で出てきているところがちょっと違ってきます。なのでこのようにですね、問題は、まあ、正直言うと無限に変えることができます。なのでそのような部分で、まあ、分析をしたとしてもですね、ちょっと、えー 解きづらい問題にはなってくるので、まあ、そこも踏まえた上で、この放棄というものをしっかりと理解していただければと思います。なので、まあ、あの、最初に言った通りですね、過去問の分析に関しては、建設業法、建築基準法がほぼ出てくるのは間違いない。そして、建設リサイクル法がもしかしたら出てくるかもしれない。 安全え、労働安全衛生法も過去10年間中の7年間は出ているので、もしかすると出てくるかもしれないので、過去問のこれだけでもやっておけば、もしかするとニアピンで当たってくるかもしれないので、まあ、やっておく価値はあるということですね。これが過去問のえ分析になります。これからはですね、えー、問題に入っていくんですが、まあ、読み上げていくだけになるので、もう今から、えー、分析だけ聞いただけの方に関しては、もう閉じていただいてもいいです。それでは1番。えー 建設業法第第2 2条の第2項え、この法律において建設業とは元請け、下請け、その他いかなる名義をもってするかに問わず、建設工事の施工を請け負う営業を言うえ。こちらの問題なんですけども、まず1番と2番と3番、この3つがあるんですが、結論から言うとこの完成というものが正解になります。なのでこの建設工事の施工ではなくて、この完成が正解という流れになります。この、えー、1番の建設業法に関してはですね、 この第2条というものはですね、この、えー、過去20、えー、過去10年間ではですね、初めて出てくる問題になるので、やはりこのようにですね、細かく、えー、条例というのは分かれていますので、過去問を変えようと思えば余裕で変えれます。なので、このような問題が出てきた時にちょっとつまずいてしまうのかなという感じになるので、あの、この、えー、過去問だけでも、この過去問というか平成29年の問題でこのようなことができ出てきたというだけでも、えー、覚えていただければと思います。平成29年に関しては、こちら、えー、完成というものが正解になりますので、まあ、この、 えー、施工をが誤っていて完成が答えとなります。それでは2番、建築基準法施行令第136条の第、えー、3の第1項。建築工事等において、値切り工事、山留め工事、ウェル工事、計算工事、その他基礎工事に行う場合においては、あらかじめ地下の埋設されたガス管、ケーブル、そして排水管および 下水道管の損壊によるえ危害を発生する防止のための措置を講じなければならないえ。こちらの問題なんですけども、まずこちら山止め、そしてこの排水管、そして、えー、損壊という言葉が出てくるんですけども、まあ、結果この、ここは排水管ではなく水道管が正解という流れになります。えこちらもですね、非常に難しい問題になります。この136条の、えー、3の1というものはですね、一度も出てきたことないので、 136条というのは出てきたことあるんですが、基本的にこの施工に関しては、えー、この高さ制限とか、まあなんていうか、枯れ囲いの高さとか、あとはこのようなですね、まあ地下の地下というか、まあ地盤工事の危ないところに関してよく出てくる問題が多いんですけども、まあこのようにですね、まあ番号と、あとは場所を変えてこられると非常に難しくなります。今回の問題に関しても、排水管なのか水道管なのかと言われたところ、正直ここまで暗記している人はなかなかいないので、こちらの問題も非常に難しい問題になります。 なのでですね、こちらもですね、まあ、埋設されたガス管、ケーブルえ、水道管が正解になるんですけども、まあ、こちらのですね、こういう問題が出てきたよということで、平成29年はこのような問題だった。そしてこのような、えー、第136条の3項の第1項が出てきたというのだけでも、えー、覚えていただければという形になります。それでは3番。労働安全衛生法第10条の第1項。 こちらは、統括安全衛生管理者の選任と業務の内容になります。こちら、平成22年の類似問題になるということですね。事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、統括安全衛生管理者を選任し、そのものに、安全責任者、衛生管理者、または第25条の2項の第2項、2の第2項の規定により、技術的、 事故を管理するものの指揮をされているとともに次の業務を統括管理させ,させなければならないというものになります。こちらもかなり、えー、まあ難しい問題になるんですけども、えー、22年の類似で出てきているということですね。まあ、この結果から言うとこの2番の管理者という形になります。えー、こちらに関してはですね、えー、労働この労働責任者と書いてあるところが管理者になる。そしてえっ、ー、と基本的にはこの 労働安全衛生法上ではですね、責任者というよりも管理者というのが、立場が非常に強くなる。この管理者というのがよく出てくる項目になります。なので、学科試験の方でもですね、この労働安全衛生法上で、えー、労働安全衛生法では、まあ、このような管理者とか、えー、衛生責任者、えー、衛生管理者など、えー、細かいところが、えー、しっかりと問題出ているので、そちらもし,、えー、しっかりと把握してもらえれば、まあ、解ける問題になるのかなと思います。 なのでですね、この管理者なのか責任者なのかというのは非常に、えー、こ,こちらも分かっていなければ難しい問題になりますなので今回の問題に関しては衛生管理者と労働総括安全衛生管理者というものはこの管理者となるのでそのもののこの安全責任者と書いてあるのでこちらの問題に関してもこれが管理者になるということだけでも覚えていただければと思います3番に関しては2番が正解となります以上のことから今回は3番 1>, 1番が三の管制そして二番が二の水道管そして三番が二の管理者という形になります。